入しますよ。はい、どどーん。抜けてる。どうしたらいい？まず明らかなゴミをまとめよう。これもね、ゴミだ。今度まとめておけばいいんじゃない？でもなんか行くの嫌だ。なんで？バッグで入って車の。お父さんが来た時に。売れるね。とにかく分かんなくても持ってきゃいいんだよ。ダメって言われたらそのまま車に積んで持って帰ってさ、じゃあとりあえずこのカゴはどうする？洗濯物に使う。じゃあこれは使う。エロゴミみたいな、こういうの、これは私が持って帰るって言った雑ガミ。大事なものはこの中に入ってる？分かんない。書類みたいなのは？それはなんか見ないと大事なことがあるかもしれない。とりあえずあの子らなんか全員。これはゴミ？あ、これ滑り止めでしょ？何かに使う？いるかもしれないよ。使えるでしょ？わかりました。これはちょっとこう。捨てちゃって、とりあえず一回捨てるしかないよ。このカゴもさ、
はちょっとあの後で自分でちょっとどうするか考えるやつここに置きますね。電池も入ってる。好きなの。ああって言わないで。何も減らないよ。これは？それあのちょっと一応取っといてください。あと減らないな。これ考えますか。出てきた。うん、あそれをなんかあのメモってある。あの真っさらのやつもあるよ。いっぱい。うん、もしのメモ用紙も。はい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 、すみません。これもタンポ？ん？
3個ある3個あるな。3個じゃない、ここに4個ある。小さいの入れるから、私は、うん、3人で使ってたから3個ずつ。入れとこうかな、これ全部。ちょっと待ってくださいよ。結局捨てるものがないよね、はい、あるよ、だってこの椅子机捨てるでしょ。机と椅子、でこういう残ったものはどこに置くの。机と椅子を捨てるか、その上に残ってるものはどこに置くの。ちょっと待って、庭を置いたら庭に物置が置くの。じゃあこうやったらやりたい。今日はね